こんばんばはなんでかっていうとですね今日はね早起きですよあ逆逆明日ですよ明日は早起きでなんで明日はねあのー、明日帰るんですよフィジーちゃんがで6時にはお家を出ないといけなくてそうもう寝るんですよ早く寝る今日はそうそう 私もステディーあるしフィジちゃんをね6時にはね送り出さないといけないんですよそうよだけんか今日は早寝しないといけないのちょっと30分ぐらいラジオして今日は終了でーすそう朝の6時だよ起きれっかな私 起きれる自信ないよ6時ってめっちゃ早いよ眠くないよ全然でもね今日はですねあのー、フィジーちゃんがねそうだよ明日ステディーだよ起こしてあげましょうかって起こして起こして角煮まんじゅうちゃん誰フィジーちゃんマジ、ね、今日ね755のコメントにねまあもうめっちゃねもう 全くもうデジャブみたいなこと書いてあったんだけどさ朝起きたら唐揚げ1個もなかったけんね <laughs> 朝起きたら唐揚げ1個もなくて食べれんかったよそうマジでびっくりびっくりもうだってフィジーちゃんさ時差ぼきしてるんだって時差ぼきしてるのかななんか6時とかように起きちゃうの何にもない休日なのに。 食べたい美味しくできたよお味でびっくりしたお母さんの唐揚げみたいやった味がうそ w i f i 変えたい今んとこめっちゃいいってよかったー楽しみやねこれからそうただの早起きなのそっかなんかフィージちゃん言ってた隔離されてたんだってあの空港の近くのホテルでね S、1、2週間。その時ね、あのー、7時に起きて、え、じゃじゃ、7時に寝て、1時とかに起きる生活してたらしい。時差ぼけが、なんか、あの、治らなくて。日本でも、1時に起きるとか言ってた。そう嬉しいよ。唐揚げ美味しそうやったマジでよかったー。よかった。めっちゃ美味しかったってよ、マジで。 実際は今日わかる外海外行ったことあるとそう朝の1時とかに起きてたらしいずっと水木やん水木やこんばんはあゆうたさん久しぶりやんこんばんはカレーもいっそうやったカレーねなんかさあのー、あれよねな、なんか 水分少なめがいいよねっていう話になってなんかサラ,サラサラしたカレーとさこうドロドロしたカレーとある,あるじゃないですかわかりますわかるかなで私はねドロドロしたカレーが好きなんですよサラサラカレーよりもどっちが好き認知いいの意外と覚えてるんですよ私コメントたくさんくださる方はねワークスレンバイえドロドロ派 そうよね2日目さドロドロになるよね私ねドロドロの方が好きでなんかスープみたいなカレーよりかはなんかこうなんかなんかごついカレーの方が好きさだけど水分ね少なめ少なめで作っとるしさねそうだけど写真見て分かる通りあんま水分はない <laughs> けど美味しいねわ分かる分かるもう私もう全く一緒 あのドロドロゴ,ロゴロゴロカレーが好きなの。で、何にかありがとうございます。え、何それプリン。ありがとうございます。ゼリーか。笑顔にいくんです。ありがとうございます。え、ゼリー、プリンじゃない。ゼリーだ。ありがとうございます。ゼリア。ありがとうございます。ありがとうございます。おみちゃんの血液は私の血液絶対ドロドロよ。 こっちゃんがフォローしましたーってカラカレって何さニューヨークからおはようございますおはようございます何時なのニューヨークはフィジーとはね3時間時差があるんですよ3時間よ3時間3時間早いさあっちがおいしそうなギフトほんと最近ねおいしそうなギフト多いけんねなんかチョコレートとかあったよねこの間 あ、まさんこんばんはーニューヨークの温泉にいまして意外と実際ないのえそう私実際あると思った3時間もあったらね電話とか意外と不便やったとよそうあっ角煮まんじゅう角煮まんじゅうちゃんわかったわ峰チさんだもう多分 おニューヨークの温泉いいなニュー,ヨークね日本温泉って日本じゃないとニューヨークも温泉って有名だろ入浴中です本当嘘やろ絶対そう電話かける時に意外とね3時間って意外とねなんか私がさなんかこうやっといろいろやること終わってやっとなんかあニューヨークでニューヨークっそういうこかやっとさなんかさ なんか暇な時間とかに電話かけようとしてもさ夜8時とか9時とかになったらさフィジちゃんもう3時間後やけん寝とるさで意外と喋れんかった3時間ってそうであっちがなんか8時ぐらいに電話かけてきて私が夕方の5時とかなのだけんか意外と忙しかったりするそうなのよ あっちは昼間忙しいあお互い昼間は忙しいとして夜電話しようってなると意外と難しいんだよねそうだよ意外と3時間って大変やねお水着合わせそうやろお水着も意外と忙しいんだってい意外と <laughs> てか今日さあのさフィジーちゃんがお寿司食べたいって言うさお寿司食べたいっていいよって お寿司食べました今日はお家でお寿司を食べた買って買いに行ったとよお寿司をお寿司を買いに行って一緒に食べました忙しいことはいいことだってそうなんですよプロニートは忙しいんだよかくな,いなんか言う必要ないかなと思って <laughs> 言う 言う、ゆなんかメリットないですもん、そんな。気になるまあ、生きるために、生きていくためにさ、忙しいさ。握ってないよ。ウーバーではないしさ、なんか歩いて買いに行きました。あの、ダイエットがてら。そうだよ。結構食べてるよ。フィジーちゃんのせい。 フィジーちゃんがね日本のあたがるさ唐揚げとかさカレーとかさそうエレンさんこんばんは週何回お寿司めっちゃ食べてますよね私めっちゃお寿司食べてるよあのー、週2ぐらいで食べてるかもしれん大好き大好き可愛いいってありがとうございます嬉しすぎるフィジーちゃんのせいにしちゃったごめんねフィジーちゃん でもフィジちゃんが食べたいっていうものめっちゃいつもハイハイ高カロリー高カロリーなんだよこないだもお寿司食べたし今日もお寿司食べたしこのいだ一人でもいみんなに言ってないだけで食べた時もあるしそうよ美味しかった美味しくて幸せだったお寿司はいくらでも入る汗かいているのでガリガリになりましたってへ <laughs> ね、私さ昨日温泉行ったとよでさめっちゃ暑くてなんかさなんか私のねお家のね近くの温泉ってねあくまさんこんばんはこんばんはいやーお寿司は美味しいよさすがにお寿司は美味しいつんつん天気感電したとよって昨日温泉ね温泉行ったんですよ でなんかめっちゃサウナが暑くてサウナの平均気温平均体温ひえっ何て言いますか平均温度って分かりますかサウナのどんくらいが平均なんだろうサウナってそれん先生ね感電したとって私痛かった電気ブルー痛かったド M じゃない80とかそんくらいやろやっぱり80とか90でしょ普通 私昨日ねマジで暑くて入ったのが120度って書いてあったんですでフェジーちゃんと「え百120度ってやばくない?」って言って「嘘だよ嘘だよ」とか言ってたけど本当に120度って書いてたのえ嘘かなあれえ見間違い ?120 度って書いててめっちゃ暑かったので本当にあのー、地元のありますかある 120だって書いとってていなんか地元のとこやったら5分とかね10分とか15分とかで、ね、頑張れば入れるしさけど昨日のとこはもう3分ぐらいしか入れんくて3分しか入れんやったけども汗だくでもう気分悪くなるぐらいだったのもうダメだと思って3分で終わると思わんかった私もマジで。 いや本当に1 2 0度って書いててでもなんか嘘っぽいんだよな本当に百に1 2 0んだなのかなって話したけどさすがに3分しか入れんやったけあ本当かなって思ったよね <laughs> 小さいのかくりまだろう蒸し上がるかもしれんやわすぎやろ面白すぎるえそうださ6分か7分がベストやろ もう3分しか入れんかったあ3分も入れんかったかもしれんうん温泉が持ってるかもしれん,なんかあの温泉変だったもんなんか銭湯みたいな名前だったんだけどなんか変だったんです温泉じゃなくて銭湯でした銭湯だったんだけどね変なのよ本当になんかさあのオケってあるじゃないですかおけどうやら1 0 0度までじゃ持ってるやん絶対一番熱い温度あそうなんですか 使ったよ本当にそう銭湯っていうとこだったんですそしたらさなんかさ「最近おけおけの盗,盗難が目立ちます」みたいな「おけを盗まないでください」って手書きで書かれとったマジで面白すぎたしかも最後の一文でかでかとね「盗むなら買え」って書いてあって <laughs> 面白すぎる「盗むなら買え」って書いてあってなんかすごいお客さんに言いよるとかな お客さんに買うなあの,あのう書くならさあのか「買ってください」とか言うじゃん普通書くじゃん盗むぐらいなら「買ってください」とか言うなら私をさマジし盗むなら「買え」って書いてあってそれめっちゃ切れてるやんと思って <laughs> あの紙乾かすとかあるやんかドライヤーのとこに貼り,り紙 掘っておきよ <laughs> あの張り紙が貼られとって面白すぎるてかおっきい盗むってどういうことなんあんなおっきいものどうやって持って帰るっちゃろねめっちゃ切れてたよおはじであの文章はしかも手書きやしね <laughs> いや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 ふ,ふらんでふらんで盗むなよ絶対に盗むなよ盗むわけないやいらんし別にそんなあるしおうちに。 <laughs> トャとお聞きください <laughs> 絶対売ってないと思うよ <laughs> 売ってないってやろうけどさ <laughs> 買えって確かに買うなら盗むなよ <laughs> <laughs> そうでもさ何,何件も盗まれてますって書いてあったもん1回じゃないって書いてあったなんかおっきい盗むって何なんだろうね <laughs> 走り出さんで <laughs> 走り出さんで追 <laughs> って帰ってきてない追 <laughs> って帰って,ていらないもん <laughs> いらないしなんか銭湯の桶でかいじゃんいらないんだけどあんな大きいのえでもねありえますよね同じ一節あるどういうことささ。結構大きいよあれそう水木み,みたいなどういうことなの私盗んだことないしお出してきなさいなんでよ でもさ面白かっったたよねびっくりした盗む人いるんだと思ってメルカリで売ってるっ <laughs> て思ったよ思ったしさ盗まれたらさ気づきそうとに気づかんのがやばいえ <laughs> 盗んで何に使うちゃうよねおっきいおもしろすぎた盗むなら買えって書いてって女風呂だけかな男風呂にも書いてるのかな 組織でおけで済みよとは面白すぎる <laughs> 面白かったで昨日はね温泉じゃなくて銭湯行ってあの露天風呂にも入ったんだよ GPS? <laughs> お気にた <laughs> いて買ってじゃんけんやばいでそれお <laughs> 気<ケ>で <laughs> いやいやいや結構盗まれてると思いますよあの書き方は あーなるほどねいろいろ使い道ありますもんねおけってたった一てかぶってじゃんけんぽんねうどんうどんとかねそうだよ露天風呂に入ったんだ私白状しなさいマジでいらんってマジで必要なさすぎる大量におけが見つかるどんな趣味ですかそれおけおけ集めが趣味です <laughs> なんか恥ずかしくて言えんそんなお気集めですって <laughs> 名前書いて持っていくやろどういうことよいらんとってほんとにお気プレゼントで送ろうかってもう絶対いらんけんやめてお気いらんお気いらなすぎるちょっともう笑いすぎて顎痛いたもうお気トークやめようよプ <laughs> レゼントやめよう 顎痛くなっちゃった笑いすぎてほっぺたが <laughs> <うー笑> <laughs> オ「オッケーオッケーやめてオケトークはもういいよ」「オッケー」おー「おお面白かったよ私は笑っちゃった」「ドライヤーかけながら」あー「あ世の中には変な人もいるんだな」って「お気を盗む <laughs> え」えんかさよく思うんですなんかあの なんかトイレとかにもさトイレのトイレットペーパーを盗まないでくださいとか書いてるじゃんえ盗む人いるのかなって思ういるんだろうねいるから書くんだろうけどさなんかさ変だね変な人もいるもんだね買えばいいのに盗め盗,、ま、盗んだらね盗っとになっちゃうトイレ行くに気をつてる女の人でも何か書いてありますよねよく。 トトイレットペーパーパ盗む人多いんだまあ確かにおきおりはびっくりせんけど <laughs> トイレット手癖が悪いんだろうなあでもたまにそういう人いますよねなんか私の同級生にもそういう人いたわ私の同級生にもなんかなんかそういう感じの子がいたわ盗ん,なんか盗んじゃうみたいな言ってた あ私は盗んじゃうってその子が言った本人が言ったわけじゃなくて周りの子が言ってたのは聞いたことあってああそういう人もいるんだなって小学生の時にそうそうえでもいますよねそうなんか友達のなんか私物を奪われたとか言って奪わ友達に奪われたとか言ってさ言ってた言ってたしれっと爆弾発言、<laughs> そうなの いや思ったっすね私も外のトイレットペーパーなんか触りたくないし持って行きた,かりたくないいやなんか仮パクとかじゃなくてあの借りる借りてパクるするんじゃなくてこっそり取るんだって取られたって言ってたみんな私も一回あるんですよね取られたこと取られたことあ,あるんですよね一回だけそうそう大変だったその時は でも探し出てきたの。私がすごくしつこく言ったんですよね。ないんだけど、私のそう撮られたことあります。そう。取られたことがあって。うん、スパイクなの？<laughs> スパイク取られたことがあって、そうなんかスパイクのなんかこう盗撮じゃなくてセットじゃなくて何だっけ？なんか？と、なんかスパイクを取られるみたいなことが。 私の1か月前に会ってサッカー部の男の子が「あえー、残念やったね」ってなんかみんなで励ましてたら次は私のファンだった <laughs> 私次は私のスパイクなくなって「スパイク新しいスパイクだったのに新しいスパイクにしたんだよね」って言ったら次の日なくなったびっくりびっくりそういうあるんですよそういうことそうでも私すごく意外となんか うん、しつこくしつこく言ったんですよね。ねえないんだけどスパイクないんだけどちょっと「<laughs> ないんです」って言っしつこく言ってたらそのままにか戻ってきてた <laughs> そうなんかねそうなんかね怪しい人が一人いたんだよねそうって <laughs> んかなんかその子に聞こえるように大きな声で「なんでスパイクがないの?」みたいな言ってたの <laughs> なんかなくなったんだけどって言ったら。 すいだたい気づくじゃんめちゃにそしたら2週間ぐらいして帰ってきたんだよねでもなんかなんかお母さんが職員室に呼ばれて私じゃなくておうちんとお母さんが職員室に呼ばれて「<laughs> あのみずきちゃんのスパイクが見つかりました」って言ってあ「なんで私呼んでくれんと?」って思ったけどねそうウケるよねほんとに。 もお母さんとお家が取りに行きょった <laughs>、ね、分からんよなんでか分からんけど電話かかってきた今そうで私めっちゃしつこく言ったよだってスパイクって安高い安いもんじゃないじゃん高いじゃんか怒ったら怖い怖くない別に怖く言ったわけじゃないんだけどめちゃめちゃしつこく言った本当にないんだよね 私あのスパイクは新品なんだよってそうねお母さんに買ってもらったものそんなさ「お母さん盗まれちゃった」っさ新しいの買ってもらえるわけなくてそんなあなんか優しくなくてさおかんがそうせっかく買ってもらった買う買うってことはね古くなったから買うんですよスパイクがそうだけ新しいのが返ってきて欲しすぎてめっちゃひつかく言った <laughs> その時はねナイキだったナイキのスパイクだったその新しかったけん欲しかったとかはなでもさサイズサイズ合わんくねえ私のこわ怖くないよ怖くないけどめっちゃしつこく言ったもんそしたら帰ってきたよよかったよそれはそれはでけんそれからはもう何も言わんやったよその子かなーっていう人はいたけど別に何も言わんかったし 普通に仲良くし仲良くっていうか、まあ、普通に仲良くしてるよだって確信ないしね別にあの証拠とかないけんさ謎の2週間やった <laughs> 相当なだけんか1個前に盗まれた子は帰ってこなかったんですよ私の前に1ヶ月前に亡くなった子は帰ってこなかったんだけど私は帰ってきた <laughs> そういだってさもう私の粘りがちマジでめっちゃしつかく言ったもんそう何の話おけの話だそういう人もいるんですねびっくりしちゃびっくりしちゃうよ本当にまあおけもスパイクもトイレットペーパーも欲しくなっちゃったのかな 犯人一緒じゃない一緒でしょ絶対スパイク盗む人なんて <laughs> 別やったらちょっとねびっくりだわメガネ <laughs> コナンくんや臭かったら臭かった件返してくれたとかな新品だよ一回も履いてないとよそうそう一回も履いてなくてなくなっちゃったからそう暗い人が犯人だよ 水の入らんとに何で盗んだんだろうなでもねサッカー部の間やったらさバレちゃうじゃんだからサッカー部じゃないんだよなきっとっていう私の <laughs> あれなのサッカー部だったらさうん、うん、使えないじゃんラグビー部もいたしね隣にラグビー部もスパイク一緒だからねサッカー いいろろ推測されましたね <laughs> そん<の>時は <laughs> そうラグビー部とかもあるしサッカーだけどサッカー部じゃなくてクラブチームに行ってる子もいるしみたいなそうシャカシャカはね手のひらです手のひらです手のひらをシャカ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 ってしてるんだよなんか楽しいこれ 違ようカイロでも何でもなくて手のひらスリスリしてるんだよあがきかった泥棒泥棒なのかななんかわからん好奇心でやっちゃったんじゃないなんだよ手のひらを太陽にだよかゆくないよ手をスリスリしてみただけだよ寒い寒いめっちゃ寒いですよ寒いよこの日は寒いもいつだって乾燥肌です あそろそろフィジーちゃんか上がってきて、かかってくるかもしれないお風呂入っとるさ今。フィジー風呂、フィジー風呂。指指、指紋消して隠蔽して。何の話した <laughs> えー、6下の蓋まだないないですね。ずっとない。

じゃあちょうど30分ぐらいになってえっここ積もっとるって韓国も積もっとるらしくは雪の韓国韓国行きたいねーいい雪え雪 <laughs> 雪雪雪雪そんな別に雪は降るじゃん長崎だってあ二21時半からカマッチが配信するってばえ藤井ちゃん逃げてちゅアリオルる30分以上ニューヨーク中に めっちゃ声聞こえるって、フィジーに雪はないよね。だって真夏なんでしょう、フィジーって。ええ、うん。何度ぐらい、真夏?。日本より暑いとかな。マジで?。だけ、そんな焼けどっと。<laughs> ねえ、やけすぎよ、あなた。かまいちん、あと。みんなで <laughs>。そう、で、大体たいね、めっちゃ、あのかぶっとるけんね。 フ,ァン層がフィジー今は夏えフィジーってさあれあると四季あると夏とか冬とかっとずっと夏なのそうなのかはい化粧水乳液はこれ乾燥しとんねめっちゃフィジーちゃん面白いけんね え、1年間ずっと夏フィジーって気がある浮き換気ってばえ浮き換気ね聞いたことあるねなんか地理で勉強したよね一緒にねねえ一緒だったね気持ち悪い何それいや怖い怖い浮きうきはいや、浮きって何ですか そういうことか。じゃあ、梅雨ってことね。ずっと梅雨なんだ。半年,半年も嫌<や>だ最悪やずっと炭酸いる。え、フィジー行かない私も行けないえ、じゃあずっと半年雨が降り続けると嫌<日>だやむ,む,むって何<や>あっ、やんだりふったり,あんだり,ったりへえ。 お水着うるさいって雨慣れしそうじゃあみんな傘ずーっと傘さしとあ、はあ、そうねえっじゃ乾季気は何で乾燥すると,っと,っとだけ乾燥しとったずっと夏えー、ずっと夏だって何ディ国際空港ああほんと行ったとそこあ,あナンディ,に住,ンディに住んどったって <laughs> 何人に住んどったあじゃあさ偏頭痛持ちの人とかそうなるやばいウキウキ,にすウキのとこに住んどったらやばいね面白いねフィジー面白い何人国際空港はなんか羽田みたいな感じえフィジーのさあの東京ってどこスーバスーバスーバスバル の<ノ> <laughs> なんかさめっちゃうざい話聞いてくださいみんな。なんかフィジーちゃんなんかちょいちょい英語挟んでくるんですよ。なんかなんか「Yes」「No」みたいな <laughs> 留学したからって、ま、ちょいちょい英語挟んでくるのマジでおうざいんですよ。なんか。<laughs> リュウリュウをなんか私の相方も結構英語って挟んでくるんだけど。 なんかねうざいけんね私英語しゃべれんとにさ「おみイエス」「イエス」<laughs> エスなのでもさえでもえ水木英語できないんだってそんなさえでき,でき,できえでももともとしゃべれんやったろフィジーちゃんはでもそっからしゃべれるようになったな,なってないんかいトンが近いってトンが近い、うん 近いと近いトンガってどこにあるとこの間地震があったあ、うん、じゃあ噴火があった噴火があったってうん英語で話してみようって <laughs>、okay. My name is o k <laughs> m y n a m e ISOMIIMHAPPYIMHAPPY って英語あっとるあ、うん、っとるって俺知らんやったん y e ダワ y もう三十分経ったであところでじゃない、うん、バイダーウェイってあこれくらいわかりますよいずきだって真面目にやるよ <laughs> わーい笑われてるやんどんだけさどんだけそんなさ塗り音なんなんでそんな塗り音そんな感想してないやろ感想感想,感想,感想あらららららら すごいすごくないやん。バイダワイだよ。バイダワイ。バイダワイって何バイダウェイじゃないと。バイザウェイ。バイザウェイバイザウェイって何私ね読み切らんさ。意味は分かるっちゃけど。だけなんかなんかさ英語で書かれとるやつね文章ね意味は理解できってよ大体。単語が分かるけん。けど読み切らん。なんかプロ。 フェッショナルとか読み切らんもんもねバドワイザーバドワイザーって何なんで全部黙っとるとって言われたんだけど生まってないよねでじゃ聞いてみんなちょっとみいな東京ってさみんな左側に寄るじゃないですかエレエスカレーターってフィジーのラグビーチームは強いって本当強いとラグビー観戦行った行ってないんかーい なんんかか左側に寄るやんかエ,スタレエスカレーターねエスカレータータそしたらなんかフィジーちゃんは右に寄るとか言うてさでなんか「なんか右に寄るし左に寄るのはなんか効率悪くない?」とか言ってなんか東京のど真ん中でさマジでさ右側に寄ってからなんかマジで恥ずかしかったんだけど私。 なんかえ左に寄るのって効率悪くないとか言うんですけど効率悪いの意味全然分かんないんですよどういうことかなマジでなんで長崎って左右に寄るっけっ両方うから長崎の人は道開けんもんね、うん、関西は右よって大阪は右だよねで別に大阪にさいた瞬間なんてないでしょ、うん、あなたなぜよ 右側におったっけ？うん、そうかな。染ま,ま染まってないわそ。そこは染まったかもしれん。絶対左寄ってしまうもん。そこはねあのねあのねもう右,右に折ったらもうぶ殴られそうやもんサラリーマンに。ブゲーって言って長崎にエスカイタがありますよ。未来長崎ここ僕にあるじゃんね。 外のねんであそこ外にエスカレーターあるじゃろう <laughs> ねあ救急車と、ピーポーって言った関西に染まった関東に染まったと人質されると怖い怖いよここをく生きてここ多く,ここ多くはじゃあ一緒に321でいいよここ多く夢祭とアミ 長崎行き、一番好きなとこ。一番好きなとこ。<laughs> 一緒によ。さあ、受け取った。三、二、一。ミラココ、ここ<い>やっぱりね。<laughs> そうなんですよ。私たちね。なんか長崎に三つ大きい、市内に大きい、なんかこう。あれがあるんだよね。なんていう。なんかね、お店があるんだけど。ミラココが好き。うちら、やっぱり。 でもまあうちあのホームは浜の町だったね <laughs> ちょっと高校が近くにあって浜の町に毎日行ってたアミュアアミュアだよ流す東京の施設で例えれんよそんなレベルが違うもうなんかねもう違う違うレベル違うよなんかもうなんか信じられん <laughs> 信じられんぐらいショッピングモールですそうなんか夢タウンみたいな感じ けど夢サイトって呼ぶんだよね長崎であ長崎住んでましたじゃなくて働いてましたって親戚長崎の夢た夢サイトのことだよね多分、うん、マジか浜屋そうだよ浜屋行くことなかったねあんま浜屋とかね買うもんないねうちらは長崎ギャルだギャルじゃない網に映画館あるさそう映画とか見に行ったことないねうちら はい、ね、うん超大都会長崎だよイオン丸い高島屋的なそんなレベルじゃないもん笑われよるフィジーちゃんにもそんな <laughs> 元ヤンやけっ元ヤンなわけないやんねだって今日言われたんだよフィジーちゃんに大水木はあのお嬢様気質が入っとるってナンパ入っとった 70そんなないわ私いっぱいぐらいあるよねっていう話をしよった時70だわとか言われてそんなないわ半年遅れて映画がでも遅いとかな,なんか映画は別に遅くは感じらんけどさ雑誌が遅いくない雑誌届くのなんか遅く感じる箱入りもするそんなことないとけどさ 絶対とか言われた <laughs> 雑誌遅いよねなんか届くのいらんやろねお嬢様感あるってないとよない,ないよねでも1ぱいぐらいしかないよねって言ったらめっちゃ全否定されたもんね「ジャンプって何やったっけあれか「少年ジャンプか」かコ,コロコロコミックしか知らんさ私 あやべ40分経つってもうフィジちゃんがドライヤーかけんと寒くなるけん <laughs> そろそろじゃあ皆さん明日はお昼の12時から配信スタートですぜひ皆さん見に来てくださいふやけてますって上がろう上がろうステディ発売明日ですで12時からあのインスタライブステディさんのインスタ公式インスタで配信します皆さん今のうちに アカウントフォローして待っててください。6時に起きてかいくわって嬉しいか。マジで売っとっかな。売っとるぞ。かな。朝の6時でも。でもひじいちゃんも明日ね。明日5時に起きて出発っけんね。私はお見送りしてきます。見れるかな？って見よう。フォローイエスフィジちゃんやん。それ？ フォローしたしたああそう見たんだよ私はコメントしてくれてると思ってめっちゃ嬉しかったありがとうございますなんかねインス私のさあの告知投稿のとこにお水切節のみ,みんながコメントしてくれとってはなんかもう大好きと思った <laughs> 照れちゃうねそんなこと言うと6時あるといいな6時早くてないかもしれんよ明日かあさて届く予定あ 頼んでくれたととねありがとうございますよっしゃあじゃあ明日楽しみだ楽しみだねフィジーちゃんも見てねミライやん絶対ミライやんコメントイエスってそしたらランキング読みます第1位えありがとうございます第2位サッタンさんありがとうございます第3位ミネマツさんありがとうございます第4位 ブリントさんありがとうございます。第5位、ヨシノリンちゃん、ありがとうございます。第6位、ケイケイさん、ケイケイさんってケイケイさんじゃあ,ありがとうございます。第7位、モックン、ありがとうございます。第8位、クモクありがとうございます。鬼に金棒やん。で、ね、鬼に金棒の意味分かったっけんな私。鬼が金棒ボ持ったらもっと強くなってしまうやんっていう意味やろ。私 昨日気づいてわすれ。第９位大輔さんありがとうございます。第１０位コマちゃんありがとうございます。第１１位インテリアクザさんありがとうございます。第１２位二十ヤターズユマタありがとうございます。第１３位ロケットスニーカーさんありがとうございます。ね白紙線で。 私だけ <laughs> <laughs> ありがとうございました皆さん今頃気づいたわなんかね金棒に鬼に金棒ってどういう意味やったかなと思ってなんか鬼の目にも涙とかなら知っとくけど鬼も泣くよって意味やろあ鬼も感動することありますよやったっけなんかわからなやったけど、まあっ <laughs> 重すぎて持てんてい じゃあお,お水着にメンバーどういうことさってこいちゃんおやすみそしたら明日は早起きしますよもうねえらんといけそれでは失礼しますおやすみ明日の12時にねみんな会おうねバイバイあみんなインスタライブコメント待っとるわいおやすみ